こんにちは、速稼塾の久保です。最近ね、モネの家っていう民泊があるんですけども、茨城県に、東京から100キロぐらいだそうなんで、まあ、すぐですよね。まあ、このモネの家のそのモネさんから動画をいただくことが多くって、今回もね、MP4 かなんかの拡張していただいた動画があるんですけども、これがね、美味しそうにピザかなんか知らないけども焼いてる絵だったんですよ。で、これインドの料理だそうなんですよね。だからなんてやつがあるじゃないですか、カレーとかで食べるとき、あれに似たようなお料理なのかなと思って、ちょっとこれをね、なんか見てるだけで美味しそうなんで、紹介したくてこの動画撮ったんですよ。ちょっとこれご覧いただけますか。じゃあこちらをどうぞ。今フライパンでインド料理のチャパティを焼いています。これが、インドカレーととっても相性がいいです。私が働いていたインターナショナルスクールはインド人の子どもたちがたくさん来ていたので、これをよくお昼のお弁当に、持ってきていました。これは全粒粉で作っています。どうですか、この優しい語りと美味しそうなこのね、フライパンさばき。モネの家、行ってみたくありませんか？ね、ぜひお越しください、モネの家。まあ、今回はそういった動画でございます。じゃあまた、お疲れ様です。概要欄にモネの家のいろんな情報載せてますんで、よろしかったらご覧ください。